1996年の横浜ベイスターズでは、1996年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは、大谷明彦監督の1年目のシーズンである。4月は、快進撃を見せて、春の陳時とマスコミ間で賑わったが、5月に7勝18敗で、負け越して、以降は失速。この年は優勝の巨人と3位の広島に12勝14敗と、 それぞれ検討したが、4位やクルトには9勝17敗と、歯が立たなかった。順位は過労じて5位だったものの、最終的には、セリーグ5球団に対戦成績で負け越してしまった。投手陣は先発転向の森田美幸妃が不審に、陥ったが、三浦大輔や斎藤隆がカバーし、リリーフでも、佐々木和弘や五梨秀樹などが検討し、 チーム脱三振は929個でリーグ2位、関東も25回でリーグ3位と、まずまずだったが、チーム防御率は前年の4.37から4.67まで低下した。打撃陣では、不動の4番グレンブラグスが、膝の故障で衰えたものの、ロバートローズや駒田徳博が、それなりの成績を収め打撃成績もチーム本塁打は85本と、最低ながら、打率は、 リーグ3位、ギダは巨人をしのいで、リーグ1位、投類は、リーグ2位、三類打は、リーグ1位と、上位陣と比べて大差はなかったが、投手陣は崩壊。しかし、この年再開の阪神が、ヤクルトに、同一カード15連敗したこともあり、かろうじて再開は逃れた。年数は、NPB 所属年数、年齢は、開幕時や見かけの選手は逆指名による入団。 ありがとうございます。